こんばんは、岩田敦です。今日取り上げてみたいニュースはですね、やっぱりこの問題ですね。87歳、だったですね、通産省の院長、まあ、院長といっても学校じゃないということですけれども、がですね、まあ、この方、ちなみに日本学術会議の会員だったそうですね。で、方がですね、この池袋で、暴走事件まさに起こしてですね、87歳の時、今は89歳だみたいですけれども、事件を起こして、で、死者負傷者をですね、大量に出すという事件が起こったことは記憶に新しいというふうに思います。で、この時ですね、上級国民という言葉が出て、私もそれまで上級国民なんて言葉聞いたこともなかったんですけれども、世の中には上級国民というのは本当にいるんですかね。よく、まだ私はそこのところよく細かく調べてないので分かりませんけれども、まあ、だとするならば下級国民の一人としてですね、申し上げたいのはですね、まあ、この事件、まず国民の怒りをまず買ったんではないかというふうに思われるのがですね、まあ、自分はまず謝罪してるわけですよね。今回、本当に申し訳ないと。ただ無罪であると言ってるわけですよね。で、無罪な理由としては、車がぶっ壊れてたんじゃないのかということを言ってるわけです。まあ、多くの方がですね、思うに憤激されてですね、おられるというふうに思うんですね。まあ、私もですね、憤激している一人なんですけれども、で、まあ、私が個人的な感情としてはね、やっぱりこれ思うのは、もし自分が遺族の立場だったらどうかなというふうに考えてみるとですね、とんでもないと。この87でね、しかもなんか高級レストランに行く時間がどうのこうのと、遅れそうだったから暴走してやったみたいなことを言ってたわけですよね。で、そういうのを聞くとですね、許し難いという意味においてですね、もうこんな人間はもう裁判を待たずして、こう死刑にしてしまえというふうに思うわけですが、でもやっぱりですね、ちょっとここで考えてみなくちゃいけないなというふうに改めて思うわけです。今テレビでですね、この人間を叩けば叩くだけ人気がおそらく出るでしょうね。要するに、とんでもないと。これほとんどね、反論のできない正義に近いわけですよ。要するに、こんな若いね、命を奪って許し難いことをやってると言って、いや、そんなことないよ、これはいいことだよっていう人まずいない。絶対いない。で、そうやって考えてみると、まあ、これは結構正義なわけですよ、この批判するということは。でも、この一方的な正義っていう時に気をつけなくちゃいけないなっていうふうに私はいつも考えているのはですね、じゃあこの89歳の老人を叩いてですね、もしこの家族がの中でですね、例えばですね、お亡くなりになる方が出てきた、例えば自殺したとかですね、言った問題になったらどうなるのかということですね。やっぱり法的に、この法的にはですね、87歳で、車を運転してはいけないというふうにはなってないわけですよ。もちろん引いてはいけないですよ。ただ、それはわざとやったわけではないということですよね。で、本人の主張の中では車が壊れたというふうに主張してるんですから、やっぱこれはですね、まあ、私はこれ淡々と車が壊れていたのか壊れていなかったのかということを調べてですね、で、その上でこの人間を批判するといったことが大事になってくるだろうというふうに思いますね。つまりこの人自体をですね、なんていうのかな、この国民を挙げてですね、リンチするみたいに、人民裁判みたいにですね、お前自分の罪を認めないのかみたいなことをね、やる。まあ、確かにね、それの方がスカッとするし、みんな、お気持ちも晴れるかもしれない。だけどね、それをやり始めてしまうと、日本という国家がですね、やっぱこれ、法治国家ではなくなっていくだろうというふうに思うわけです。ですから、やっぱ個人的には私としてはですね、もし自分が遺族だったら、じゃあお前どうなんだというふうに言われたら、それはね、もう本当に即時死刑を求めたいというふうに思うと思いますよ、私自身。でも、それをあえてですね、今回はですね、そう主張しないのは、もし、この方にもご家族があってですね、そういういろんなことを考えてみたときに、その、もしですね、本当に可能性があるのかないのか分かりませんけれども、万が一車が本当に壊れていたというふうにしたときに、じゃあこの人を今まで糾弾していた人は責任取れるのかと
いや、まさかそんなことあると思わなかったというふうにおそらく言うでしょう。でもまさかそんなことあるとは思わなかったっていうのはこの人も同じことですよね。87歳で運転したらそれはもう分別つかないことをおいらわかるだろうというふうに言われても、いやでも毎日運転してて私はまさかそんなことあるとは思わなかったということになってくるとですね、同じことになる。まあ人をですね、殺めるか殺めないかという大きな対話の違いはあるとしても、でもですよ、我々が例えばそれなりに影響力のある人がですね、テレビでこの人間はなんか同世代として恥ずかしいとかですね、この人間はなんかふざけてるとかね、そういうこと好き勝手なことを言って攻撃してるわけですけれども、で悪者だというふうに言ってるわけですけれども、そういうことをですね、個人的に思うのは自由だし、だけどそれをですね言って国民がそれを真に受けて、でそれでその尻馬に乗る形でですね、こいつが犯人に違いないというふうにやっていくっていうのはですね、もし冤罪という可能性もないわけではないので、やっぱり一歩とどまって冷静に考える必要は私はあるというふうに思います。もう本当にその許しがたいっていう気持ちはあるんですよ。だけどその中でもう一歩のこの判断としては、そこのところに踏み込んでしまうと、この日本という国が法治国家でなくなるんじゃないかという危険性があるというふうに私は思いますね。ですから私はこの上級国民っていう、こういうものがあるのかないのか、これはきちんと調べた方がいいと思います。でも、このですね、やっぱり制度の問題として、これを考えた方が私はまずはですね、いいと思います。これは何よりもですね、この87歳だった方をですね、裁いて、で、それで、この方をじゃあ例えば、死刑にはならないでしょうけれども、例えば死刑にして、ああ、それ、これで気分が清々したと言っても終わりになるのかって言ったら終わりにならないですよね。第2第3と起きる可能性があるわけですよ。もしこれが仮にですね、車のミスではなくて、年齢から来るミスで、ごめんなさい、誤り、誤操作であったとするならば、やっぱりお年寄りの運転というものは相当程度考えなくちゃいけないということになっているし、全国でブレーキとアクセルを踏み間違えて、ブレーキだと思ってアクセル全開にしてどっかスーパーマーケットに突っ込んだとかですね、そういった話こと書かないわけですよ。で、私なんかも実家は田舎ですからよくわかるんですけれども、じゃあ車なしにしろというふうに言って、これね、成り立っていくのはおそらくですね、その家にご家族が他にいて車を使える家族が いるというのが前提ですね。特に郊外型のですね、なんていうのかな、巨大なショッピングセンターで1週間分買い物するみたいな、アメリカンスタイルというんですかね、このアメリカ人がこうやってるというふうに言うんですけれども、まあ本当かどうか知りませんけれども、そのスタイルですね、要するに1週間分ぐらい週末に買い込んどいて、で冷蔵庫入れて、でそれで料理するというやり方をやっているというのがですね、ような地域になってくるとですね、そこまでいけないという人はじゃあどうしたらいいんだという問題になってくるというふうに思うんですね。で、じゃあ全員それタクシー使えばいいんだって言っても、お年寄りでですね、もう年金だけで暮らしてるんだという人はですね、タクシー代ないとこういうふうに言ったら、この古ぼけたですね、車で買い物行ってるんだと、で私からこの足をですね奪うのかというふうに言われたら、これはこれで大問題でありまして、これからですね、まあお年寄りは増え若者は減るというのは、これは残念ながら日本の現実なんで、そういった時にですね、どういう対応をしていくのかということをやっぱり考えた方がいい。でやっぱりスーパーマーケットで、この例えばですね、買い物ができると、タブレットで買い物ができるというシステムがあること、だからこれやればいいんだというふうな話もありますね。タブレットについてはだから、まあこれ覚えてもらうしかないですね。でやればいい。でも私もタブレットでですね、買い物できるっていうからやってみたことあるんですけれども、これね、1日に何組までとか決まっててですね、結局ね、もうパッと殺到しちゃってね、買えなかったですね、そのタブレットで買おうと思っても。だからそうやって考えてみるとですね、タブレットも方もですね、充実させないとやっぱり、これうまくいかないし、まあ、悪質な業者になってくるとですね、タブレットで買い物した配るものの方に粗悪品入れといても分かんないんじゃないかとかですね、そういったこともありますよね。例えばスーパーでこうリンゴとかスイカとか見てですね、あるいはこの魚とかですね、これが鮮度良さそうだ
なと、鮮度悪そうなもの全部ああ今のこれ配っちまえみたいなことができなくもないわけですよね。だからそうやって考えてみるとその辺の問題はきちんと我々やっていかなくちゃいけない。特に人口が少なくなっているところ、コミュニティバスがあるとかいろんなこと言ってますけど、やっぱりバス乗るのも大変ですし、何時間に1本のバス乗り遅れたらもう行けなくなって、じゃあその日は食べるのやめてくださいっていうわけにはいかないわけですよね。だからそうやって考えてみるとですね、やっぱりまあ本当に何て言うのかな、今年を取って長生きすることっていうのはすごく望ましいことではあるんですけれども、その生活を支えるためにですね、どうしたらいいのかっていうことはやっぱ合わせて考えていかないといけないんじゃないかなというふうに思いますね。だからそれをどういう形で担保していくか、でそれをですね考えて、やっぱり80歳を超えたら車はまあ免許を更新制にしてもうすごい厳しくね逆にするとか、いろんなことやって、こういう若い命がですね、奪われることがないような制度設計を急ぐということが大事だろうと私は考えますね。この人間、この上級国民とされるこの老人をですね、みんなで袋叩きにしてですね、でこの野郎というふうに言って終わりにしてはいけないと思いますね。もちろんですね、感情としてムカつくってのはよくわかりますよ。謝っときながら、いやこれ車がぶっ壊れてんじゃねえのとか、何寝ぼけたこと言ってんだよというふうなことは分かりますよ、気持ちとして。しかしですね、それが寝ぼけたことかどうかはまだ分からない。本当に車が壊れてなかったっていうことを我々調べてないわけですからね。でだからそれを決めつけるっていうことを、その断定するやっぱ根拠は私にはないですね。おそらく違うだろうというふうにあくまで推定するだけであって、だからこれはやっぱり裁判の結果をですね、待ちたいというふうに思いますけれども、でだからもちろんご家族の無念は、そのご遺族の無念、当然のことだというふうに思いますし、何度も繰り返しますけど、私が遺族だったらですね、もう本当に一日も早く死刑をというふうに望むだろうというふうなことも間違いないというふうに認めた上でですね、その制度の問題としてまず捉えていくということが大事だと思いますし、一部テレビでですね、とんでもないと言ってるのに一緒になってですね、机パンパン叩いてですね、このおじいさん許しがたいと言っていてもですね、それは気持ちはわかるけれども、その本当にそれは正しい正義なのかというふうな、いうことはやっぱ考えてみる必要があるんじゃないかなと思います。私はだからテレビでですね、一方的な正義、こっちが正しくてこっちが間違ってるというような時にはですね、いつもちょっと怪しいなというふうに思って見ることにしてるんですね。昔で言うならば宗男バッシングっていうのがありましたね。で、あの時もなんで鈴木宗男さんっていうのがいけないんですかというふうに聞いてみたら、だって悪いことやってるからあのテレビで叩かれてるんだろう、宗男ハウスだってあるよ、宗男ハウスなんて言ってなかったみたいですね。だからそういうふうに考えてみるとですね、まあこのテレビでこの人は一方的に悪いというふうに言ってる時にはやっぱりちょっと一歩立ち止まってですね、考えて直してみるということは私はやってみる必要があるというふうに思います。もちろん感情の部分でですね、怒りを抑えきれないというその気持ちはよく理解はできます。今後もですね、この番組続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またこの番組を続けていくに際してですね、ご支援を賜られる方は下記の振込口座よりご支援のほどよろしくお願い申し上げます。今月のですね、すみません、今月の31日、10月31日に大阪で、11月の14日に東京でそれぞれ講演会を開催いたします。で、この講演会は政治家論ということで、これから連続して政治家について、私が尊敬する政治家について講演していこうというふうに思うんですけど、第1回目としてはですね、李登輝さんをですね取り上げたいというふうに思っています。で、それの対照的な人物として私が取り上げたいと思っているのは毛沢東です。今毛沢東がやってきたことと李登輝がやってきたことっていうものは本当にですね、ある意味ではコントラストなしてるなというふうに思うわけです。どちらもですね、まあ
頭のいい政治家であったと当初ですね、まあ最後の方の毛沢東はちょっとあれでしたけど、まあ切れる人だったのは間違いないんですけども、その頭の良さをですねどういうふうに使ったかっていうことがですね、やっぱ大きくそこの国のですね運命を変えてしまったなというふうに思われてなりません。ぜひですね、李登輝について一緒に学び、そして毛沢東について学べたらなというふうに思っています。オンラインでも講演を行いますので、どちらの会場でもオンラインをやります。で、グランドマスターとかマスターになっていただいている方、そして、岩田篤大学に、ご入学いただいていらっしゃる方はですね無料というふうになっておりますので、ぜひご参加いただきたいですし、無料ですからね、オンラインでもご覧いただけますので、ぜひご覧いただきたいなというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。こんにちは、岩田篤です。今日はですねちょっとですねお願いというか、新しいですね制度をこう導入させていただくということで、皆様にお願いを申し上げたいと思います。それは、私もあまりよく知らなかったんですけれども、 YouTube には、このメンバーシップという制度がございまして、でこの、月にですね、いくらかずつですねサポートいただくと、この動画をですね続けていくに際して、ご支援を賜れるというシステムがあるということを聞いてですね、これをぜひ、このやってみようというふうに思いました。で、まあ、3つですね作りました。でサポーター、マスター、グランドマスターということで、これそれぞれ、あるんですけれども、まずですねその前に、確認しなくてはいけないのは、私がこの動画岩田篤チャンネルというのを作っているのは、何もですねその金銭的に、この収益を得ることを第一の目的としているわけではなくて、やはりですねテレビや新聞がしっかりと伝えていない情報や、あるいはですね、政治、哲学のものの見方とかですね、外交の例えば中国や北朝鮮の、背景にある思想とは何かとか、アメリカ大統領選の本質は何だとか、そういったですねテレビやマスコミで、言わないですね、ことをきちんと国民にお訴えしたいというところが第一にあります。ですから今後ですねこのシステムを導入したからといって、その何もですねそのこの、このメンバーシップに参加していない方に不利益があるかといったら、不利益は全くないということをまず申し上げておきたいと思います。ですからこれはですねあくまでお志をいただくと、この番組頑張って続けろよという意味でこのシステムを導入させていただきました。でまあ、ただですね、ある程度高額のご支援を賜れる方に関して言うならば、月に1本以上ですね、1本か、講演をやると、あるいは、どこかで私今ですね本当にちょっとこの中国発のこの流行り病のせいで講演会がこう滞ってしまってるんですけれども、大体私はですねこの病さえなければ月に何回か講演してるんですよ。でその講演の模様を無料でこう配信、もちろん相手のご許可いただいた上でですけどね、をできたらなというふうに考えております。でさらにですねこのグランドマスターという方々においてはですね、まあできればですね、まあ、実際にお会いして、でお食事会とかですねそういったものを開く形で、まあ、御礼申し上げたいというふうに思っております。ですからまあこの全くですねこの金銭的にねその自分も見るだけでいいんだと、これはもう全く結構な話でございまして、見ていただけるだけでありがたい。でその見ていただいた内容を、ぜひですね近くの方に、こう教えてあげていただきたいなというふうに思います。例えば本当の国内の政治のものの見方とかですね、歴史 の, この例えば豊臣秀吉が奴隷解放でですねやっていたとか、まあ、いろんなことあると思いますけれども、学校やテレビで教えないことで、そういったことをですね周りの方にこうちょっとした時にですねお話しいただくだけでも私はありがたいというふうに思ってますし、日本はそれでですね少しでも日本人としての誇りを取り戻せるということになれば、私はこれがまず第一に喜ばしいことだというふうに思っております。でこの番組を続けていくに際してですね、本当にまあ、いろいろ機材を買ったりですね、まあ、コンピューターもですね結構壊れたりですね、マイクを買ったりですね、まあ、そういった細々としたものがですね、
結構お金かかってきますので、そういったものにですねご支援を賜られる方はぜひですねこのメンバーシップに入っていただいて、でこの番組の継続をですね共に、まあ、支えていただけたらなという趣旨でございます。ぜひですねこの経済的に余裕のある方はですねご支援のほどをですねこういう形でしていただけたら大変ありがたいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。